ツイッター見てくれました。はるるんさん、バラありがとう。言ったっけ？言ったよね。ありがとう。ハッピーバレンタインだ。佐々木、そう、4コマ漫画もツイートしてみた。リコチからチョコもらう予定です。チョコは自給自足です。笑わせんで。私今すごい腹筋痛いの。あの昨日の公園ですごい腹筋痛いの。笑わせないでマジで。笑ったら本当に、あの笑ったら本当に痛すぎて しんどいの私今本当に。あーちょっとやばいやばい。つのさん、バラありがとう。ありがとう。あ、とうとうさんありがとう。ギリって。いいよ私だって。え、私私チョコレート、本命、誰に渡そう、誰に渡そう、誰、ぴゃちゃん。くじまりちゃん好き好きありがとう。ぼやっきりさんチョコありがとう。そらやまふみさんハートありがとう。そう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 、おさわり、嘘、私触ったっけ。え、クオンちゃんに触った気がする。私が逆にクオンちゃんに触った記憶がある。ね、昨日ね話したよ、クオン、そう昨日ね、そう時間がかぶって、そう一緒にお話しする機会があって、クオンちゃんはもちろん喋ったし、みんなと目合わせてこうお疲れ様ですって言ったんだけど、クオンちゃんと誰だ、え、誰が恋に落ちたって。ちょろいな。ちょろすぎるでしょう。え、クオンちゃん本命チョコ私に渡してくれるの、嘘、嬉しいんだけど、優しいんだけど、お返ししなきゃね。え、嬉しい。沖さんってこんな気持ちなのかな。パセリからめちゃくちゃ恋心揺すられててとか、スラハさん、みちゅさんとかこういう気持ちなのかな。嬉しいんだけど。嬉しいんだけど。カピバラミキヤくん好き好きありがとう。それやまふみハートありがとう。リコちゃん腹筋、え、割れてる割れてる。リコちゃん腹筋さ、この前さ公演終わりにお腹出してたわけ。そう、私お腹出しがちなの、ウェイって。そしたら、え、リコちゃん割れてるんだね、割れてるんだねってびっくりされた。そう、割れてるんです実は。ドヤ顔してる私今。え、割れてるんです。あのね、上の方が割れてる。上の方って割れやすいのよ。そう、知らんけど上の方割れてる。んって、割れてないか、なんか筋みたい。え、知らないでしょ、みんな知らないもん。見たいです。見せられないよ。あ、見せられないよ。あ、くーちゃんも寸劇得意よ。え、素晴らしいね。野口さんハートありがとう。すごーい、やったー。そうだよ、写真あるよちゃんと。そう、お腹出してるところ写真撮られて、え、リコチ割れてるってびっくりされたもん。そう、リコチ意外と割れてるんです。そうえ、そう、私って結構筋肉質なんです。面白い、意外でしょみんな。そう、意外でしょ。うん、え、面白い。おんぎり私信じられん。パセリとか聞いてみて、サラちゃんとかももちゃんもなんか見てた。どうなんだろう、絶対どうなんだろう。うん、みんな知らないでしょ。うん、ニコチも好き、ありがとう。野口さんハートありがとう。宣伝、有料メールで送れってことですか。無理だよ無理だよ。マッチョだと思ってたよ、ありがとう。マッチョな、そう、マッチョ好きだからさ、マッチョ、私もマッチョになる。 Hello 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 How are you? I'm fine I'm fine I'm fine thank you and you プニプニだよ。え、マジで、え、今日は本当に笑ったら腹筋が痛いので笑わせないでね。そう、え、リコーズブートキャンプっていうオタク養成所。プニプニッコリーより私ムキムキッコリーの方がいい。うん、ムキムキ。え、すごいね、あの背筋をね正したらね、背中も筋肉痛だから痛くてね、
もう常に猫背だけど頑張って背筋伸ばします。さっきさ配信準備してたらさ5分前ぐらいからちゃんとさスタンバイしてんの私。でもあのそしたら急にさ画面が外になってさあのあそこ映ったからさ心配。大丈夫かな。ヘタレたちよ良かった。私はあれが良かった。レディオネームの足上げるとこめっちゃ上がってた。写真ある、見せる、みんなに。あいて写真あるからみんなに見せる。シェカラシェカシェシェシェカシェカシェ、それメールで送った。やばくない、見て真ん中私です真ん中私ですすごい上がってるでしょ。DJ かけて恋のリクエストお願い。すごいよ、90度超えてるもん。やったね足ピン。さすがさすがでしょ。筋肉痛ならないメンバーもいそう。私は運動不足だからさ次元が違う。嬉しい、やったね。えすごいよね。えでね、それスカートがパリーンってなってね、多分最前の人にと目合ったから「見てんじゃねえよ!」面白い。まあちょっと自分で笑ってるからさ腹筋痛かったよ今も。 Y 字バランスできる人、あのさあの僕体でさフリーのとこで4あれしてる、 Y 字バランスしてる。見てんじゃねえよキヨ兄さんチョコありがとう。カチューンソファニー Thank you、 ありがとう。そう4コマ通りに、やったー、やったね。なんなんだよあとね動画に撮ったよ。でもね見せられないかも。はじめまして工藤理子です。愛字したことない、多分できないよ。愛字できないよ。えみんなみんな、えみんなみんな、私さあのファンの人のさツイートでさ見つけたんだけどさ、えこの工藤さん漏れてないっていう写真あるからさ、ちょっと見てもらってもいい。じゃーんあなんかちょっと怖いな。じゃーん、可愛くない、この工藤さん。これツーショットの工藤さん可愛くない。えこの日さ目がさ腫れててさブッサイクだったじゃん。なのにさなんか漏れてない、漏れてないえごめん、なんかさ人のツイートをさ勝手にスクショしてさ自分のものにしてさ配信で見せてごめんね私自分でまた笑いやすそうになっちゃった。文ちゃんハートありがとう。キヨにチョコありがとう。うん、ありがとう。カピバラミキヤくんチョコありがとう。やったー、えいい感じ、漏れてる。いいよね、自分の顔だからさいいよね、別に晒してもその人がいいなら。漏れてない、え目腫らしたぐらいがちょうどいいんかなと思ったやから、自分だからいっけ。とやった、なんでアップできないの、なんでアップロードしてないの。アップしてよ。DJ かけて恋のリクエスト、チューニング、あどんな歌だっけ、お願い。アップできない、おお漏れてる、漏れてるってなったもん自分で。あえ俺可愛くねみたいな。そうツイートも俺可愛くねって思いながら、待ち合わせ場所でリコチこんな格好で現れたらどうするってツイートした。やっぱ俺漏れてねってなったもんやったー、うん、そう俺呼びよ私、たまに俺呼び、うん、メールの写真も可愛い。やったー、よかったよかった。 DJ かけて恋のリクエスト、トゥルルルルルルル、漏れてる感覚確かに。
レディオよ DJ にとらでたん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 ちょ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 リコちゃん漏れてる漏れてないとかないよキリッはい、はい、出ました。はい、本日の定型文定型文出たあ、定型文変えてない。ずっとなんかキュンキュン可愛い好きみたいな、そんなしか言ってない。シンゲンサイルさん、バラありがとう。チョコもありがとうん、僕が落ち込んでる時、うん、確かにそうだね。僕っていう時は確かに落ち込んでる時とか、僕なんか自分を低くしてる時は僕で、偉そうな時俺そう、偉そうな時は俺一緒になれたらと、そう密かに祈っていたのよ、ときめきのクラス替え、運命がクロスするように、ときめきのクラス替え、初恋よ、ちゃちゃこんにちは。うるさいって言われた。嘘、これがうるさかった。ごめんね、うるさくてごめんねスケモンさん、バラありがとう。そうだね、え、僕太郎は、え、太郎はふざけてる時とか急に唐突に出る時たまにある、太郎が。うん、トガイかわいい、ありがとう。はじめまして、工藤理子です。それもちゃんと見ました、 DMM。 はじめまして。言い方やばかった、うん、言い方やばすぎた。ウリコいける？ほんと？リコチの生誕ティー買うね。ありがとう、頑張った。2時間45分かけた。何今の片言か。2時間45分かけて書いた力作、ありがとうてっちゃんハートありがとう。ティユさん好き好きありがとうやっほー、初恋よー、ちゃちゃこんにちは。はじめまして、矢野ほのかです。はじめまして、尾崎せりかです。はじめまして、工藤理子です面白い。ほのたんさんは、はじめまして、矢野ほの、なんかほのたんさん、はじめまして、矢野ほのかです。パセリは、はじめまして、尾崎せりかです。私は、はじめまして、工藤理子です。変なの、そう、マジサラちゃんっぽかった。サラちゃん、私がモノマネするサラちゃんっぽかった。はじめまして、はじめまして、原田さやかですはじめまして、原田さやかですツインテールのメイド、どうしようかな私さ、これのさ、超どうしよう、超しょうもないさ、あのあれがあるんだけど、聞いてくれない。あ、安否？はじめまして。はじめまして。はじめま、はじめまして。川田アナです。はじめま、はじめまして。川田アナです。はじめまして。原田アナです。ちょっと待って、ちょっと待って、聞いた、聞いた。はあ、原田アナです。川田アナ。川田アナです。はい、そんなこと言わないよ。あんな、そんなこと言わないよっていつも言う。カタアナです。カタアナ。ちょっと、泣きたい、泣きたい。やめて、やめて。泣きたい、泣きたい。カタアナ。そう、川俣アンナじゃ、川俣アンナさんじゃないよ、あの方は。川俣アンナさんじゃなくて、あの人はカタアナさんなんよ。ちょっと待って、お腹痛い、ちょっと待って、お腹痛い、お腹痛い、お腹痛いけさ、笑えんのよ、声出し、はぁってなっちゃう。カーターアナです。カーターアナです。てっちゃんハートありがとう。はぁ、笑っちゃう。カーターアナです。カーターアナです。田中美穂ですは言えるよ。はじめまして、田中美穂です。はじめまして、
田中美穂です。そうパシェは結構早口、本人はあのコンプレックスに思ってるかもしれないけど、私はそれ特徴的で好き、うん、なんかいつもなんか早口になっちゃったとか言ってるけど、私はそれもパシェって感じで好き。だからパシェは初めまして、尾崎セリカですこんな早口じゃない、ちょっと待って、こんな早口じゃない、うん、ゆなゆなは初めまして、初めまして、川又ゆうなです、川又ねてっちゃんハートありがとう川田アーナ試着するよって言われた、超グロテスクなこと言うでしょ。リナたんはね、初めまして、うちミリネです絶対違う、こんなんじゃない、あ、初めまして、うつみりねです、こんなんじゃない、こんなんじゃない。そう、めっちゃちょっと言ってくる、お口チャークするよ、リコチうるさいよ、お口チャークするよ言われる、カーダーナですに。てっちゃんハートありがとう、ミシェルボーイさんクッキーありがとう、サラピあ、はじめまして、吉田サラです。あ、泣けた泣けた。はじめまして、吉田サラです。あ、泣けた泣けた。リンコ？はじめまして、吉崎リンコです。泣けた泣けた。はじめまして、吉崎リンコです。あ、やだ、初めまして知ってんの？池田ちゃん、はじめまして池田やらですこんなんじゃない、わかんないすっごい怒られる池田ちゃんじゃない、はじめましてみたいな、分からん違う、レーガージ池田ちゃんの真似、レーガージはじめまして、池田ゆらです池田ちゃんこんな感じだよ池田ちゃんこんな、レガジはじめまして、池田ゆらですこんな感じこんな感じさこちゃん、さこちゃんはじめまして違うさこちゃんは、はじめまして言えばいいの、はじめまして、さこひめかです はじめましてって言えばいいの、はじめまして、さこひめかです、りくんそうやな、はじめまして、ちょっと最近のシミサラ、リコチ聞いて聞いて、リコチ聞いて、はじめまして、清水サラですこんなんじゃないかも、でもちゃんとしっかりしてるときは、はじめまして、清水サラです、サーヤンサーヤンいつもツボってんの。アイコネーは、はじめまして、小島アイコです。こんな感じ。本当にやばい。違う、大丈夫。こんな感じ。いつもなんかエビ沿ってんの。小島アイコネーはいつもエビ沿ってんの。わかるでしょ。アイコ。エビ沿ってんの、そう。ちょっと待って。いつもエビ沿ってんのよ、アイコね。もうね、エビ沿りもね、こんな。こんな感じ。違う。え、あやぱん？あやぱんは？それ言ったらいいの？
じめまして、鈴木彩香です。え、これでよかった？わからわからこんなんじゃないかも。絶対違う、絶対違う、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 あやぱん、はじめまして、鈴木彩香ですって言って。マジで笑顔で、はじめまして。なんか笑顔で声高い。はじめまして、田中美穂です。そう、いつももうすんごい笑顔だから、そう。そう、たまに本人はちゃんと目笑ってんだよ。でもなんか目笑ってないとか言われがちで、なんかそれ気にしてるらしい。ちょっとわかんない、知らんけど。そう、気にしてはないと思うけど、またく亀が笑ってないと言われたみたいな感じ言ってる気がする。そう、だから目笑わせない。田中美穂です。ちょっと違うな、これ本人でもいつも笑顔だからね、美穂り。そう、お腹空いた時だけ目笑ってない。本当にお腹すわ、お腹空いた時の美穂り。そう、お腹空いた時の美穂りね。そう、いつも偉いからさ、お腹空いてんの美穂り。そう、なんか空いてる時のみほりんは、はじめまして、田中美穂です。あんからほのたんさん、はじめまして、いや、あのほのかです。ほのたんさん、あー、違う、ほのたんさんこんな感じ、ほのさんさんこんな感じ。そう、ほのたんさん知らん、ほのたんさん知らん。そう、そう、はじめまして、矢野ほのかです。ミリミリ、はじめまして、今泉ミリアです。ミリアです。はじめまして、今泉ミリアです。ミリアです。はじめまして、今泉ミリアです。メガちゃん角度カップ似てる。ゆきりか、え。え、ゆきさん、ゆきさん、はじめましてって言って。うん、あ、はじめまして、メガゆきりかです。分からん、合ってるか分からん、これは本当に。似てる。今泉メリアです。今泉リコちゃん漏れてる、リコちゃん漏れてる、これリコちゃん、これ漏れてる。はじめまして、今泉メリアです。レイカちゃん、はじめまして、田口麗華です。麗華は違う、もうちょっと来ない。はじめまして、田口麗華です。麗華は君と会えてすごく嬉しいよ。麗華は本当に嬉しい。うん、また会いに来て。麗華待ってるね。待ってる、待ってる。あ、本当、こんな感じ。
工藤理子さん、はじめまして工藤理子です。工藤さんやばい、工藤さんやばい、ほんと。え、ゆきさんどんな感じかな。胸ゆきりかです。あ、違うな、何なんだろうな。やよちゃん。はじめまして。なんかずっと笑ってるイメージ。あらんか、タム、タムは上目遣いなよ、身長低いけ。はじめまして、田村奈月です。わかるわかる。みちゅさん、みちゅさんわかんないよ。今村美月です、よろしくお願いします。わかるわかるわかる。胸行きりかです。いくと、わかるわかる、ほんと。田村奈月ですみたいな。わからんわからん。落語仲良くなった、仲良くなった。みちゅさん。リコチ。みちゅさんこんなこと言わんかな。たむきち、こうかな。はじめまして、田村奈月です。うりちゃん、うりちゃんってどんな。南ゆりなです。わからんわからん。え、みちゅさん似てた。でかち。わからんわからんわからん。見てないでしょ。マチャリンさん。マチャリンです。マチャリンさんどんな感じだろう。どんな感じだ。マチャリンですみたいな。わからんけど。滝野さん。滝野由美子です。わからんわからん。合ってるんか知らん。南ゆりなです。南ゆりなです。マイキューさん。中村舞です。なんかすごいお花みたいな感じ。千穂さん。石田千穂です。イエイ。石田千穂です。イエイ。分からん分からん。こんな感じですか。他いるかな。ももちゃん。リッセンももかです。ふうさん。やぶしたふうです。分からんわ。あ、やっぱ似てた、嘘。福田さん。福田あかりです。分からん分からん分からん。おきさん、おきさん。おきゆうかです。あり。ちゃんさん。みねよしありさです。分からん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 。ほんと？似てる？あ、やっぱ似てた。角度似てるよね。リコちゃん、これ漏れてる？リコちゃん、これ漏れてる？リコちゃん、これ漏れてる？ブー。豚鼻せ、ブー。今泉ミリアで。そう、矢のはじめ、そう、その前にさ、矢のはじめましたって言っちゃったさ、エピソードをさ、マジで話したい。そう、あのね、あの初恋よこんにちはっていう曲をマイカーのユニットでやらせてもらってるんですけど、そのメンバーがセンターが矢野さんで、でパセリコチなんですよ、後ろ。そうで、それで初めまして矢野ほのかです、初めまして尾崎せりかですって言うんだけど、ずっと矢野ほのかですが頭から離れなくて、でそれで矢野はじめましてって言っちゃったの。あ、ちょっとさ、あ、ちょっと爆笑ネタなんだよねこれ。ずっと笑ってた、私これずっと笑ってた、本当に。矢野はじめましてって、そう、矢野はじめましてって言っちゃったの。大先輩を、あのさ、はじめまして工藤理子ですって言わんといけんのにさ、あのさ、いや、あのさ、なんか大先輩のをさ呼び捨てに矢野はじめましてって言っちゃったの。そう、あのね、はじめましてって言わないといけないんだけど、矢野ほのかさん、矢野ほのかっていうワードが頭から離れなくて、そう、それでとっさに出ちゃった、矢野って。そう、矢野はじめまして工藤理子ですって言いかけちゃ、言っちゃったの、やばいでしょ。そう、それも パセリと爆笑したほのたんさんみたいな感じだった。そう、矢野はじめましてって言っちゃったの、本当に最悪な後輩だ。ほのたんさん申し訳ないって大爆笑して、矢野はじめましたって言ってたのか、ほのたんさん、矢野はじめましたって。聞いたいから笑えないんだけど、笑えないんだよね、もう。
気持ちよく笑えないのよ。あ、気持ちよく笑いたいのに私は笑えないのよ。あ、お腹痛いわ。うん、他あるかな、なんかなんかいっぱい他の話もしたかったんだけどな。なんだろう、なんかあったかな。ほのたんさんはすごい優しい。なんかすごい、なんか後輩を育ててくれる感がほのたんさんはあって、そう、なんか失敗してもいいからいっぱい喋ってねとか言ってくださって、そう、失敗してもいいからいっぱい喋ってって、期待してるからねって。そう、ほのたんさん大人なんですよ。そう、聞きました皆さん、マイカー公演見てくれた？見てないよって人いるの？ちょっと私さっきまで見てた。一緒になれたらと、そう密かに祈っていたのよ、ときめきのクラス替え。そう、めっちゃ喋りやすかった。ありがとう、配信とか DMM 見てくれた、ありがとう。そう、そう、話しやすいんですよ。なんか2期の中だと私ってめっちゃくちゃ喋る方じゃないですか。喋って浮いてるんですよ、逆に。そう、でもそう、先輩の中だったらまだまだなんだって思いました。先輩とMC するときに、なんか自分まだまだ全然喋られないなと思った。まだまだなんだと思った。だから悔しいというか、なんかすごいなと思った。先輩はやっぱりすごいな。でも自分は正しかったんだと思ったよね。自分は今まで行ってきたことは正しかったんだって思ったよね。なんか自分さ、すごい喋りすぎて浮いちゃうからさ、すごい一時期もう MC で二度と喋ってやんねえって思ってた時期あったのよ。そう、あったのよ。もう MC で二度と喋ってやんねえって思ってた時期あったのよ。でもね、喋るのがやっぱ当たり前なんだよね。私でも喋るの少ないぐらい。そう、おきさんとほのたんさん、そう、本当に本当に喋るの上手で、そう、私次、そう、なんかさ、そう嬉しい、そう、もう二度と喋ってやんね、私ばっか喋って、それで誰も助けてくれないから滑って、ってさ、いつも思ってたけどさ、マイカーに行くとさ、私全然喋れてねえわ、懺悔、懺悔、そうって感じ。滑りまくってたね。いいじゃん滑っても。でもマイカーだと滑っても、もうマイカーでも滑っても助けてくださるんですよ、誰か一人は。だからさ、好き、誰も助けてくれないから、そう、だから自分は正しかったんだって過去の自分に言いたい。やっぱマイカーはマイカーしか勝たん。懺悔、マジ懺悔。そう、ヘタレたちよのセリフマジで難しかった、本当に。それな、みほりん、みほちゃん、マジで私かが、そう、マジで私かが止まってない。そう、リコかが進んでるの、みほちゃん。マジみほちゃんからね、もうね、1年前のね、みほちゃんからはね、想像もつかない言葉がね出てくるの。そう、だからね、やっぱさ、ルイは友を呼ぶというか、ルイは友を呼ぶんじゃなくて、何、なんか友達から似てくるんだと思う。やっぱなんか、やっぱ一緒にいると似てくるんだと思う。リコ化が止まらんよ。で、私がすんごい変なこと言っても、なんか1年前は私が変なこと言ったら、リコそんなこと言わないのみたいな感じ怒ってくるんだけど、もうここ最近のみほちゃんは笑ってるって笑ってる。そう、
うん、そうなの、リコ君が止まってない。そう、美穂ちゃん一番面白い、マジで。そうで、一番助けてくれるから。パシェもめっちゃ喋ってくれるから好き。実は美穂ちゃんいじられキャラ。ウケる、うん、面白い。優等いじられ優等生キャラ。めっちゃいいキャラじゃん、めっちゃいいキャラ。そう、美穂ちゃんいい、ほんと面白い。そう、免疫前からって多分発散してる。そうそうそう、起爆剤、マジ油、一番育ちが良さそう。私だって育ちいいから。私3兄弟の末っ子で、2人ともお兄ちゃんだったから、お姫様のように育てられたから。そう、そういじられ優等生めっちゃいい。やっぱさ、私みたいな爆発的なやつといたらさ、普通の概念が多分おかしくなるんだろうね。自分のこと自虐してるよ私。そう、ほんと育ちの良さにじめてる。やったー、まだ綺麗、嬉しい。もちもち太郎、やっぱさ、私みたいななんかさ、もう爆発して、なんか変なやつと一緒にいたらさ、普通の概念が多分変になりそう。そう、なんだろう、そう、野生化しちゃった。そう、姫だったのに、野生化しちゃったの。なんだろう、なんか私と一緒にいたら多分何なんて、常識が多分ねおかしくなると思う。さあ、私常識ないからマジ。そう、そう、感覚破壊してる多分みんなの。そう、そう。普通に。ちょっと待って、お腹痛い。お腹痛い、なかった、私お腹痛い、そう、お腹痛かった。普通の概念多分ない。あ、物足りなくなる、本当面白いんだけど。そう、本能で生きてるから私は。そうそうそう、そういうタイプだから、みんなの普通の概念多分な、変おかしくさせてると思う私。ごめんね、みんなごめんね、ほんとありがとう。これ見てるとわかります。そう、ムーディー、そうそうそう。でもここ最近私、めっちゃムーディーだけど、私ここ最近人前では病んでないよ、泣いてない、人前で。そう、私最近さ病んでなくない？そう、最近人前でさ泣いてないんだよ、すごくない？来週の話し会何の服？待って、直接会う話し会だっけ？ん？待って、ん？23日だよね。何の服だっけ？何の服だっけ？一緒になれたらと、そう密かに祈っていたのよ。23日の祝日、あけらっこ、待って調べるね。猫耳猫コーデ、本気で言ってる私。2月12日、あまあま彼女、私あまあま彼女だった。チョコあげるとか書いてるけど、チョコ私忘れたんだよね、お家に。そう、あ、23日26日、そう、26日は美穂ちゃんと私服交換だから、普通の私服で行く。猫耳猫コーデ、ちょっと待って、猫コーデって何？私猫コーデする気だったの？あれ？私激ヤマだった？あまあまだった？チョコレート、そう、私忘れたんだよお家に。だからもういいよ、もう食べたよね普通に。うそ、猫コーデ、あー、おー、猫、猫すんな私。あ、でもちょっと猫耳は頼んではいる。枝豆とかぼちゃどっちに美穂ちゃんに渡そうか。どうしよう、枝豆にしようかな。美穂ちゃん細長いからさ、ほんと細すぎ、美穂ちゃんマジで。いや細長いからさ、枝豆似合いそう。でもオレンジも似合うからさ、かぼちゃも似合いそう。26日楽しみね、私服。
交換、そう交換するの。米粒みたいのついてるんだけど、パジャマに。なんだ、トラックスーツあげよう、貸そうか。美穂ちゃん細いから多分似合うと。私トラックスーツ着たら痩せて見えるって言われた。ずっとトラックスーツでおろうかな、ブルースリー。そうそう、交換するの。ほんと元気でハッピーな姿、良い感じ。ほんといい感じ。そう、みほりんカラーだよ。し、みほカラー。一緒になれたらと、そう密かに祈っていたのよ、ときめきのクラス替え運命。あ、私、あ、え、ご処方されてました。嘘。オケラッコイムニだ。隠れてタイプ。はあ、私ちょっと待って、今思い出した。私あのさ、一発ギャグとさ、ネタ帳私作ってんだけどさ。そう、見えます、ネタ帳作ってる。そう、ネタ帳、ネタ帳作ってんだけどさ、書いとこ。大は小を兼ねるのに、に関しては小は大を兼ねる、大は小兼ねない。ネタ帳、私結構増えた。うん、ネタ帳は 1,2,3,4,5,6,7、 今7つ目。なんだと思う？大は小を兼ねるのにに関しては、小は大を兼ねる、大は小を兼ねない。一発ギャグは、あー待って、2月の間にさ20個作るみたいに言ってたよね。全然面白くないんだけど私の一発ギャグ。3つあるけど、その4つ目、全然面白くないんだけど、なんでこれ思いついた、書いてるんだろう私。起立、気をつけ、令和って書いてるんだけど全然面白くないんだけど。ほんとやだ、ほんとやだ。あ、おしりんピック、おしりん、全然面白くないんだけど。ほんといい感じ。WW のコメントが2個あるからいけた、もしかして。1、2年前ぐらいに、え、寒い、まあまあいける。ほんと、ちょっと笑った。ほんと、ギャグなんて勢いよ。そうだよね。え、2年前になんかコメント欄でさ、なんか盛り上がったさ、ギャグ自分のものにするよ。いくよ。今年のオシリンピックの開催地はとう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 、わかります？とうとうっていうの、トイレの会社、東京。オリンピックの開催地東京だったでしょ。オシリンピックの開催地はとうとう。面白くない？うまい？どう？美味しい？くっすっ、くっすっとしたって、やったね。いいじゃん、思い出した。ほんと？ギャグ解説させんなって、解説させんなって体を使ったリアクション芸。え、わかんないの、どんなのか。いい、お尻関数難しい。じゃあ2個できたよ。笑った？ほんと？え、他なんかあるかな。すいさんね、大喜利よくやってた。また今度しようね、また今度しよう、大喜利コーチ。じゃあ面白かったら、なんで、なんかここでタワー投げないといけない雰囲気。じゃあ面白かったらそんな私煽ってる、煽りいけないのに。推薦、推薦します。え、てんてんてん。リコちゃんが好きな市販のチョコのお菓子、ね、好きなのあったよ。チョコエッグ、
中になんかキラキラが入ってるから好き。なんか面白いのないかな。他になんか。大阪のひろしだよ、好き好き、ありがとう。あ、私来年のハロウィンカッパのコスプレしようかな。ついふと思い出した。大阪のひろしだよ、好き好き、ありがとうって2回目え、なんだろうな。なんだろうな、こういうの出てこないわ。便座カバーお尻に推しを感じろってお尻に推しを感じろって。最初メンバーモノマネ面白かった。ほんとカッパ、ほんと緑の全身タイツ持ってるし、お皿作ったらこっちのもんでしょ。お皿、うーん、ピーマンもいいね。なんだろうな、そう、私昨日の昨日とかも中英さんのネタめっちゃ見てた。あー、エレベーター、ちょっと待って、ガシャン、ウーバールーパー見てた、ずっと。うん、面白いなって。そう、私好きな、私好きな、パパ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 パみたいな、こんなんよく分からんけど、なんか面白かった。全然分かってないのに面白かったとかいうやつ非常口の人のモノマネ、あ、体使ったってそういうことね。あー、体使ったやつ。おー、すごい、肘の大子さん、なんて読むの教えて。肥前の大子、はぁ、レインボースターめっちゃありがとう、2000個もありがとう、嬉しい。え、体使ったリアクション、何のモノマネやりますとか。中英さん好き。え、私さ、ふとさ、一発芸っていうかさ、自分天才なんじゃねって思ったさ、自分のことめっちゃさ、面白いやつみたいな語るけどさ、落語のさ、影穴、影慣れ、影穴でさ、あのさ、緊張度はどれぐらいですかって聞かれたからさ、これくらいですってマイクに心臓を近づけて、って言ったんだけど、面白かった、あれ。え、もし現場にいた方がいたらちょっと教えてください再現すると、皆さん令和落語始まります、じゃあ私で、私ともう一人いるんだけど、皆さん令和落語始まりました、イエーイ、皆さん私たちすっごく、盛り上がってた、本当盛り上がってた。え、あっちのさ、笑い声とか全然聞こえなかったからさ、よかった。あ、本当に、え、本当に本当に、本当に笑ってた、全然聞こえなかった。え、それなんかみんな笑ってた、本当に、え、なんかそれでなんか私全然聞こえなかった、あ、滑ったかと思ったんで、え、よかった。なんかさ、自分天才なのではってさ、一瞬でさ、それを思いついたの私。え、よかった、嬉しい。え、再現すると、皆さん令和落語始まりました、イエーイ。けどおりこちゃん緊張してますか。はい、とても緊張してます、心臓の音がもう聞こえそうです。プツカツプツカツプツカツプツカ
分でやろうとしてる、まあ、いつか使おうかな。うん、本当？本当？嬉しい嬉しい。やったー。やったね。本当？ビート刻んでよかった。本当？5周年の時の会場だって湧く？やったー。ボイパね、ほんとそれな。あ、トトさん、うま、ありがとう。うま、うん。じゃあ他何かあるかな。今3つできたよ。起立、気をつけ、礼は、と。今年の推しリンピックの開催地は、とうとう、と。緊張してます。プツカツプツカツプツカツプツカ。バレンタイン風。きのりりこちゃん MC めっちゃ輝いてた、ありがとう。影穴限定かな。確かにこの心臓の音ネタは確かにそうだよね。うん、タッキンハート1個ずつありがとう。1個ずつ受ける。面白い。 MC めっちゃ輝いてた、よかった。影穴から盛り上がる、ほんと。誰いつかしよう、大事な時に影穴任されたら。持ちネタにしていいよね。喉えぐ。変わるかな。今ネタ会議してるの、みんなと。そうそう、みんなと。バレンタイン風とかクリスマスとか。確かに自分の生誕で使おうかな。漫才なら誰と組みたい？え、ほのたんさん。生誕祭いつになるかね、わかんない。4月かな。3月はないんだよね。3月は8日にマイカー公演がある。でもそれもメンバー出演メンバー未定だから、もしかしたら私も出られないと思う。出られたら出られるけど、今一発芸考えてんの。シンデレラタイム？ちょっと喉やばいね。ほんと？ありがとう。リコちゃんのセンターよかった。いやーもう嬉しい。トゥルルンチュンチュンチュルルルンチュンチュルンチュンチュンチュン。ペン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 。水飲んで。あと4分我慢したら。リコチツッコミ、ほんとそれほのたんさん面白い。あ、今一発が1,2,3,4,5,6個ある。6個あるよ。あ、確かお腹かいかいいよね。確かにお腹かいかい一発芸。うん、一発芸。笑い声が工藤リコ。お腹かいかい。そうだね、今日はバレンタインだね。みんなバレンタイン一緒に過ごしてくれてありがとう。クレボッチとバレボッチだから、バレンタインボッチ。メメー、ほんと天才。2月は20個考える。あともうちょっとあるよね。あ、癖のすごい喜び方。でもあれはさ、素のリアクションだからさ、言うて。まあいいか、入れとこ。癖の強い喜び方をする工藤理子。小芝居わかんない。そうだね、バレンタインありがとうございました。
それな、モノマネとギャグをさ、モノマネしてギャグをみんなと一緒に考える配信じゃん、今やってんの。春夏秋冬過ぎてゆくよ、できなかった何か残して、そしてまた。確かにモノマネ、アンミカさんのモノマネができるね。そうだね。ほんと？ナナさんから連絡来た時のリゴちゃんの喜び方好き？ほんと？じゃあ今それ含めたら、でモノマネ、アンミカさんのモノマネも含めたら 1,2,3,4,5,6,7,8 個になったよ。あと12個。楽しくて好き？やった目覚ましを切られる、本当に本当？ナナさんのモノマネ、そこそこでいいんじゃない、無気になることない、辛くんって感じじゃない、ナナさんの歌い方って。そこそこでいいんじゃない、無気になることないみたいな。あとなんだっけ、どんなやつだっけ、誰かがいつかのやつも、ナナさんの歌い方。あ、やばい、もうこんな時間。あ、楽しい時間はあっという間で、壇上の時間がやってまいりました。大阪のひろしだよ、いいね、ありがとう。じゃあね、シンゲサールさん、アンリュウさん、タッキョン、ナベさん、クニちゃん、イケノンさん、ひまわり29さん、アンドーナツさん、クドヤンさん、めっちゃきのこさん、キヨニーさん、クジマリちゃん、フォルテさん、ワダチンさん、シワイさん、トシキさん、ノリミオさん、CO2 さん、おへそさん、モビさん、ブンちゃん、クボズンさん、タツヤポン、マシャさん、スーさん、ダンケうどんさん、ジンさん、テッちゃん、渡辺さん、ジュノラゴさん、野口さん、トトさん、チューチューさん、そして本日の秋元先生役は、ティーフ先生です。ありがとうございます。ボヤッキーさん、リョージーさん、ありがとうございました。そして本日のメロヘンチェンジ、第3位はハルルンさん。ハルルンさん、昨日ありがとう。存在感バチボコにあったで。あったで。第2位は角さん。角さん、角さんはバラ？チョコレートじゃなくてバラですか？そして第1位はひじの大子さんかな、わかんない。バニー・ウージュグー。